すでにご存知でしょうが、F-15J 戦闘機の回収費が破格の高騰になっています。今回、この高騰となった回収費の中身と、米国や日本の思惑を見ていきます。それにしても、ボーイング社も高騰しすぎでは？ F-35 のステージ戦闘機。2021年3月16日、現職の岸防衛大臣が来日中のアメリカのオースティン国防長官との会談に臨み、航空自衛隊の主力戦闘機である F-15J イーグルの回収費用に関する交渉を行ったと報じられた。航空自衛隊は、世界で唯一ライセンス生産された F-15 である J 型を200余り保有しており、このうちの約半数に相当する98機に近代化改修を施す予定で、製造元のボーイング社に試算を依頼していた。そこで示された金額は、当初初期費用としておよそ800億円程度とされていたものが、直近にはこの3倍にも相当する金額に膨れ上がっており、日米両国の防衛責任者同士の会談に至った状態だ。こうした軍事兵器の分野における後出しでの費用の高騰は、良くも悪くもそこまで稀有な事象ではないが、アメリカがバイデン新政権に移行してからは初のことでもあり、注目を集めている。当然、日本側の岸防衛大臣は、アメリカのオースティン国防長官に対し、当初試算を元にした金額をベースに、減額交渉を行ったものと見られているが、先行きに関しては、依然不透明だと言えるだろう。航空自衛隊の F-15J イーグルの回収内容は、製造元のボーイング社が自国向けに開発している F-15 の最新バージョン EX 型に準拠するものとして展示していたものであると言われている。主な回収点は、機体の頭脳である新型ミッションコンピュータへの換装や、大型液晶ディスプレイをはじめとするデジタルコクピットの導入などが盛り込まれたものとなっていた。アメリカ空軍向けの EX 型では、機体の制御にはフライバイワイヤ方式が実装されており、操縦者の飛行中の操作負荷の軽減を実現しているが、残念ながらこれは日本の回収内容には含まれていない。そもそも日本側が航空自衛隊の F-15J イーグルの回収に求めた点とは、政府がスタンドオフミサイルと表現する長距離巡航ミサイル及び兵装搭載量の増加と電子戦能力の向上である。政治的に専守防衛を掲げる自衛隊の方針から、スタンドオフミサイルと呼ばれているが、これは要するに、敵勢力の有効射程の外から攻撃が可能な長距離巡航ミサイルのことである。これは、今現在、尖閣諸島をはじめとする南西諸島の防衛に際して喫緊の課題とされている兵装であり、アメリカのロッキード・マーチン社が開発した空対地巡航ミサイルのジャスマールを指している。JASM-ER は、ベースとなった JASM の有効射程距離を約 370km から約 900km 以上にまで延伸した空対地巡航ミサイルで、一発あたり約1億5000万円と言われているものだ。さらに、ロッキード・マーチン社は、
このジャスム ER を長射程化させた。ジャスム XR の開発にもすでに着手しており、こちらは有効射程距離がなんと約 1900km にも及ぶと喧伝されている。日本も将来的には当然こちらのジャスム XR の調達と運用も視野に入れていると想像できるが、長射程の空対地巡航ミサイルは攻撃的兵器であり、自衛隊の理念にそぐわないとの批判の声も聞かれる。個人的にはそうした必要である兵器の特性を日本特有の政治的な思惑や批判で損なわせることへの危うさが非常に気になる点であり、予算上の問題と並行してコンセンサスを得るべきだと思える。また、2点目のミサイルとしては、空対艦巡航ミサイルのルラスムの調達が進められており、これは本国のアメリカではジャスマールをもとに海軍向けに仕様変更したもので、有効射程距離は約 800km 程度らしい。ルラスム空対艦巡航ミサイルは海軍向けと言われるだけあって、艦艇に装備する MK41VLS での運用も考慮されている模様だが、日本ではジャスマール同様に F-15J イーグルや F-2 戦闘機に向けた航空機用と思われる。さらに航空自衛隊の最新鋭戦闘機である F-35 ライトニング 2A 型に搭載するための兵装が JSM 対艦巡航ミサイルであり、こちらは同機のウェポンベイに収容するため、小型で有効射程距離は約 500km と言われている。JSM 対艦巡航ミサイルは、意外なことにノルウェーのコングスベルグディフェンス&エアロスペース社が製造する兵器だが、現状 F-35 ライトニング 2A 型のウェポンウェイに収まる、ほぼ唯一のミサイルだ。総括すれば、現在日本が調達予定の長距離巡航ミサイルは、F-15、F-2 用に、ジャスマール空対地巡航ミサイルとルラスム空対艦巡航ミサイルがあり、F-35 ライトニング2用に、JSM 対艦巡航ミサイルがある。いずれも、南西諸島の防衛用に、敵の射程外からの攻撃を基とした長距離巡航ミサイルであり、ステルス性能を優先する F-35 ライトニング2用のミサイル有効射程距離が短く、また小型で威力も小さい。そのため仮想敵国としている中国海軍艦艇やそれらから南西諸島に上陸された場合に備えて、 F-15、F-2 用のジャスマール空対地巡航ミサイルとルラスム空対艦巡航ミサイルの装備は不可欠である。よってボーイング社との F-15J イーグルの改修費用についての妥当な線での落としどころを早期に確立できなければ、南西諸島の防衛に深刻な影響が懸念されるものと考えられる。